二人は送ってなくて大丈夫？うん、大丈夫。本当に？次いつ会える？二人が会いたいときいつでもいいよ。本当に？嬉しい。カブラギ、こいつのどこがいいんだ？ニヤついた顔。なんか帰るの寂しい。ねえ、寂しいね。まだ帰りたくないね。一緒になったね。なんだこいつ。ペラ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 喋りやがって。女の子のこと持ち上げて。ホストかよ。俺も好きだよ。気をつけてね。うん、またね。うん、ありがとう。バイバイ。バイバイ。ちょっと来い。何なんだよ。新井さんに悪いと思わねえのか。新井？ああ、アシスタントなの。そうだよ。俺別に新井さんとは付き合ってねえし。嘘だろ。あんながっつり抱き合ってたじゃん。だから？は？ちなみにあの二人は柳建設に勤めてるから最近たまに話聞いてるだけだ。柳建設って詐欺容疑で騒がれてる。うん、よく知ってんな。さすが有能。ってことはさっきのあれ取材か？要するに覆面取材だな。裏も取れたし。お前それあの二人騙してるってことじゃねえか。別に俺はただ彼女たちにこう言っただけなんだけど。嫌なことあったんなら話くらい聞くよ。お前耳弱いな。は？しゃあな。酔っ払いとっとと帰れよ。なんだよあいつ。マサヤ。どうした？とんでもねえあいつ。とんでもねえ。何があった？耳に風って。Ooh.